赤飾り風潮は、スズメメ風潮科の鳥類。パプアニューギニアの国鳥で、国旗と国章に描かれている。種商名は、ジェノバの貴族、フランチェスコ・ラッチ公爵にちなみ、同じく、ジェノバ出身の探検家、博物学者、ルイージ・ダルベルティスの依頼により命名された。体長34センチメートルの大型の風潮。赤茶色の体に灰色がかった、青いくちばしを持ち。 交際は黄色。オスは黄色い頭頂部と濃いエメラルドグリーンの喉を持ち、喉と黒っぽい胸の間に黄色予備がある。鬼は針金のように細い飾り輪が一対あり、胸の脇にも大きな飾り輪を持つ。脇の飾り輪の色は赤からオレンジ色まで亜種によって変異がある。基準亜種、PR ラギーアナの飾り輪はシンクだが、ニューギニア島北東部に生息する。 アウステ・ヴィクトリア赤飾り風情の飾り輪はアンズ色である。メスは赤茶色で目立たない。配偶システムは一多再生で、メスはピンクがかった薄着土色の卵を1個から2個産む。主に果実と節足動物を食べる。ニューギニア東東部の熱帯雨林に分布する。ありがとうございます。